どうもようこそお越しいただきました。すいません、幕張までありがとうございます。よろしくお願いします。ファニー。いやでもこれはちょっと森氏の聞きたい。聞きたい聞きたい。聞いてくれる？だって今もういい状態じゃない。本当に俳優業、俳優業一本。俳優業一本。俳優業一本。俳優。いい加減、森橋さんと俳優業一本でやめてください。います、俳優業一本。俳優業。どう？でも俳優やってみて。ああ、最初は賛否両論やって、1話な。エゴサーチしたら、1話終わった時。ああ、どういうふうに、ああ、なるほどね。賛否両論、はい、ああ、褒めてくれる人もおるなと思ったけど、2話ぐらいから、賛否の P が9割でした。そうなん？何？関西弁すぎるとか。ああ、そうなんだ。ああ、いや、でも、まあまあ、いい経験できたからね。反町さんに何より会えたし。うわ、すごいね。だってそれこそね。だって反町さんのドラマが大好きだもんね。あ、そうそうそう、反町さんでこの世界入ったから、うんうん、会えてよかったです。でも最後反町さんに心臓マッサージしてもらった。あ、ごめんなさい、ね、もうあの私2話で死んでるんですよ。すいません、見たこと、見てない人ネタバレですけど、すいません。でも生きてますから現実。いや、そりゃそうやろ。で、棺桶のシーンあって、棺桶が俺とシンデレラフィットすぎてピッチリピッチリなのよ。ちょっと余裕あるやろ。俺こうぴっちりじゃなくて、体幹もこういう顔やと。まあ、クランクアップの言葉も言いましたわ、うんうん、あのグレートギフト、クランクアップ、ドラマってあるやん。あるある。なんか花束渡されて、うん、ちょっと一言言って、うん、みたいな、お疲れ様でしたみたいな。で、僕もクランクアップこんな急に来るんやって初めて知ったから、うん、さとある撮影してたら、森山さんここでクランクアップですって言われて、うん、急に花束渡されてね。で、反町さんとかもこうね、他の女優さんとかもやってくれて、その、グレートギフトを参加させていただいてみたいな、どうたらこうたらで、でも本当ずっと憧れてた反町さんとこうやってご一緒できたこの時間が僕にとって何よりのグレートギフトでした。うん、おー。よかったよ。オープンで、あん時の間俺1時間に感じたから。耐えた耐えた。